はい、こんにちは。MB です。今日は、どうやったら春らしい着こなしができるか。冬がもうそろそろ終わりを迎えてですね、春になるわけですけれども、春の着こなし方のポイントを4つお教えしましょう。これを覚えればですね、今、冬物しか持ってないという方でも、無理やり春らしい着こなしにできると思いますので、この4つ、ぜひ参考にしてみてください。特に春らしい色使いについて語ろうと思うので、ぜひ色合わせの参考にしてみてくださいね。はい、一つ目なんですけれども、春らしく見せる法則、テクニックなんですけど、明るい色を部分的に使うということを覚えてみてください。早速、コーディネート見ながら解説していきましょう。まずは、明るいアウターを使った着こなしですね。こちら。はい、まあ、わかりやすいですね。まっさらなですね、明るめの色、まあ、白系の色ですけれども、アイボリーのシャツアウターを使ったコーディネートですね。まあ、いつも冬とか秋とかっていうのは、基本的にメンズっていうのは、だいたい黒のアウター、まあ、ネイビーのアウターとか、ダークトーンのものを好んできてたと思います。で、そこから春らしい印象を出すためには、まあ、一番簡単なのはですね、やっぱり印象を変えてくれるのって上半身なんですね。まあ、下半身もやっぱり印象っていうのはすごく強いところではあるんですけれども、大きな面積、コーディネートにおいて大きな面積を占めるアウターで明るい色を使うと、他のアイテムが結構冬っぽくてもですね、例えばここで使ってるアイテムって、まあレザーバッグはまあそんなに気にしなくてもいいと思うんですけど、例えばパンツ、このスラックスも結構黒が深い色でですね、冬っぽい印象もあると思いますし、足元はブーツ使ってます。っていう感じで、秋冬にまあ使うようなアイテムが下半身だったりとか小物で集中していたとしても、上半身のコート、コーディネートにおいて面積の大きなところを占めるコートをですね、明るい色にしてあげると、簡単に春らしい印象が出せます。ちなみにこれですね、このここで使ってるシャツアウター、今度 MV チャンネルで解説しようとも思ってるんですけれども、ユニクロのアイテムです。ユニクロのシャツアウター、春用の新作ですね。が、これ 4XL で大きく着てます。で、4XL で大きく着るとですね、まあ全部大きく着ればいいってわけじゃないんですけど、中に着込めるので、インナーダウンとか入れてしまえば、全然今の時期からでも使えるんで、僕このアウター実際に今もう使い始めてます。で、寒い時とかにはですね、こんな感じ。白のマフラーとか合わせてあげて、上半身に明るい色を集中させてあげると、やっぱり春らしさっていうのは加速していきますので、なるべく上半身目立つところに明るい色を入れてあげるっていうのが、まあ一番簡単。まあ本当に簡単なのはアウターを変えることですね。で、色物っていうと、まあ皆さん色物ってなかなか使いにくい。色の付け方ってよくわかんないとかって言われる方すごく多いんですけれども、実はですね、白。はすごく簡単です。白ってのはメンズのベーシックな色であって、メンズのそのスーツとかで使われる色っていうのは、冠婚葬祭とかでも使われる色は黒と白とグレー、このモノトーンがベースですよね。ただ黒と白とグレー、モノトーンの中でも基本的に黒とグレー、まあ大半の色はですね、暗くて秋冬らしい印象になってしまうんですけど、白っていうのはまあこの世で一番明るい色ですから。春らしく感じさせる色なんですね。なので、春らしい色味っていうと、いや、青とか赤とかグリーンとかそういう色使わなきゃいけないのかな。そうすると子供っぽくなって嫌なんだよなって思う人もいると思うんですけれども、白は明るい色なんだけれども、大人っぽさを維持できる世界で唯一の色なので、まあ、白系を使ってあげるとですね、春らしさと大人っぽさっていうのを両立できるので、ぜひ使ってみてください。いやいやいや、MB 待てと。そんなアウターで春らしく見せるのにアウターを変えるってそんな誰でも言ってるし、そんなに金があったら困ってないし、この YouTube 見てないんだよって思う人もいらっしゃると思うので、そういった方におすすめしたいのは、明るい色を部分的に使うの中でもですね、一番の明るい色を部分的に使うの中でも、先端を意識して色を使ってみてください。例えばこちら、まあ使ってるアイテムとしてはダークグレーのコート、ロングコートですよ。でパンツも、ダークカーキですね、カーキの軍パン。まあこれどっちもユニクロなんですけど、てか全身ユニクロなんですけど、これ靴以外。上下暗くてですね、かなり秋冬っぽい、重い印象になってると思うんですけれども、ポイントとしてはですね、先端部分に明るい色を入れてあげると、勝手にちょっと春っぽくなるんですよ。例えば先端部分ってどこかっていうと、足元。よく見てくださいね。ソックス、白のソックス使ってますよね。で、袖先、よく見てくださいね。シャツ、中に着てるシャツを折り返して、コートの裾巻き込んで折り返して白見せてますよね。で、首元も白ついてますよね。体の先端部分っていうと、頭、袖先、
足先。この3箇所が、まあ、3首と言われるところですけど、この3首の先端部分、3箇所に明るい色、まあ、3箇所全部じゃなくてもいいんですけど、2箇所とかでも、1箇所とかでも、まあ、別にいっちゃいいんですけど、3箇所にですね、明るい色を入れてみてください。そうすると、まあ、これ、このコーディネートで使ってるコートとパンツは、春用の、ユニクロの新作ではあるんですけれども、いつものですね、皆さんがいつも着てらっしゃる冬のコート、今も実際に着てる冬のウールのコートと、冬のウールのスラックス、どっちも黒ですっていう場合でも、先端部分に白を入れてあげるとちょっと春っぽくなるんですよ。なので今の時期にですね、厚手のコートとか着てるとちょっとやっぱり季節感がだんだん損なわれていくじゃないですか。4月になって5月になってまだまだ冬物着てるって状態になってしまうと、やっぱり外から見るとですね、あの人冬物着てる、ちょっとなんか季節外れな印象があるなって思われることも多々あるわけですね。季節感というのはファッションにおいて最も大事なところですから、そこはちょっと気をつけていただきたい。ただでも新しく春物のコートを買うってまでお金が回らないっていう時は、先端部分、例えばソックスだけでもいいんですね。300円ぐらいの、これ実際ここで使ってるソックスもユニクロの50色ソックスですけど、300円ぐらいで買えるソックス、白のソックスをいつも黒のアンクルパンツに黒の靴に黒のソックス合わせたけど、そのソックスを白にするだけでですね、先端部分に明るい色を使うだけで印象としては少し春らしくなります。目立つところに明るい色を入れてあげれば、当然軽い印象になって冬らしい重苦しい印象がなくなっていきます。なので、困った時はですね、アウターを買うお金ないよと、パンツ買えるお金ないよっていう時はですね、先端部分に明るい色を出す。例えばシャツをインナーに入れて折り返すだけで、白って先端に見えるわけじゃないですか。別に新しいもの買わなくてもいいわけですよね。なので、まあ、こういう着こなしを駆使して明るい色を先端に出すということをやると、いつもの冬のコーディネートでも一気に春っぽく見せることができます。他にもですね、例えばこういう着こなしでもいいですよ。黒のトップスに、カーキの軍パンを合わせたスタイルですけど、中にですねシャツを入れてあげるんです。まあ、春らしい着こなしをって考えると、薄着にしなきゃいけないんだろうなって思う人が大半で、薄着でって、まあ、例えばこれもですね、黒のスウェットに下カーキの軍パン合わせてるわけですけど、黒、春らしく着るんだから、トップスは1枚で黒のこのスウェットだけで、で、パンツも1枚で軍パンだけでって思う人結構いると思うんですけど、意外とシンプルに薄着にすれば春っぽくなるってわけじゃないんですね。重ね着をしても明るい色が出てることが大事なんです。なので、これはあえて、春なんだけど、あえて重ね着をしてですね、中にシャツを入れて、シャツの明るい色、これちょっと写真だと分かりにくいと思うんですけど、明るめのブルーなんですね。ブルーの色を先端に入れてあげる、首元と、あとは裾ですね。まあ、裾も一応上半身の先端なので、比較的目立つところなので、こうやって先端部分に明るい色を入れてあげると、実は、シャツを入れないスタイルよりも、入れてある方が春っぽく見えたりするんですね。これ実際、写真こう出しておきますので、この首元と裾、指でちょっと隠してみてください。指で隠した方がちょっと冬っぽくなるでしょ。このシャツが入ってる方が春っぽくなるでしょ。こうやって隠してみてくださいね。なので、シャツを入れるだけでも、明るい色のシャツを先端に入れるだけでも全然印象って変わってくるので、まあお金使えるお金がない、まあこんな時代ですからね、こんな社会情勢ですから使えるお金がないっていう人は、シャツ1枚どっかから引っ張ってきてですね、タンスの中から引っ張ってきて、いつもの着こなしの中に白シャツでも青のシャツでも何でもいいんですけど、明るめの色のシャツを入れてあげる。そうすると首元からちょっと白が出ます、裾もちょっと白が出ます、もしくは袖折り返して白が出ますっていうことをやって、先端部分に明るい色入れてあげると、冬と全く同じニットを使っていても意外と冬物のニットが延命できたりするんですね。ぜひ試してみてください。まあ、はい、他にも結構いろいろあるんですけど、例えばこんな感じ。まあ、インナーに白 T を挟むって結構上等手段というか、上下黒の着こなしの中で中に白の T シャツを挟むって、まあスタイリストだったら誰でもやる上等手段だと思うんですけれども、まあ重苦しい上下黒の着こなし印象でも、中にこういう白 T を入れてあげてですね、首元と裾から白を出すっていうことをやってあげると結構印象変わります。例えばですね、これユニクロじゃないんだけど、ユニクロでも全然いいんですけど、ユニクロでいつも L のニットを着てると、L サイズのニットを着てますっていう人は、XL のスーピマの白の T シャツとか買ってあげるといいんですよ。ユニクロでね。同じユニクロで、まあ、サイズ揃えるんじゃなくて、1サイズとか2サイズとか上にするんですね。そうすると、ちょうどよく着たてとかから白が見えてですね、こういうアクセント付けができるので、これね、意外とみんなやってないんですよ。ただやると、全然マジで印象変わって春っぽく見えるので、本当に試してみてください。いつもと同じで結局いいんですよ。冬物っていつまで着れますかって質問よくされる。
されるんですけど、まあ正直冬物はずっと使いますとかってあんま言いたくないんですね。だって春には春の服の楽しみ方があるし、夏には夏の楽しみ方があるし、永遠にずっと着れますって言ったらみんな耳心地はいいけど、それ本当におしゃれの楽しみ方なのかなって僕個人的には疑問なんですね。なのでずっと使えますよって基本的には言いたくないんですけど、ぶっちゃけ冬物のニットでも延命させる方法ってあるんですよ。冬物のこういう厚手、これも冬物ですけど、厚手のニットとかを中に白とか入れてあげれば、実は冬物のニットも春着てても大して分かんないんですよ。まあ本当はあんまり言いたくないですけど、春には春の着こなし楽しんで、ね、春の春しかないリネンの素材だったりとか、春しかない素材感ってやっぱりあるから、そういうものを楽しんでいただきたいっていうのがアパレル側の人間としての思いではあるんですけれども、ただ冬にね気に入ったニットを買ってしまって春までずっと使いたいと思うんであれば、中にちょっと明るめの色とかを入れてあげたりするとですね、印象としては春っぽくなるので、まあ、それだけでも全然いいと思いますよ。はい、続いてですね、明るい色を部分的に使うっていうのが春っぽく見せるポイントだって語りました。そして2つ目ポイントなんですけど、明るい色を部分的にじゃなくて明るい色を全部使う、あえて全身明るい色にしてみるっていう着こなしも上級者の方だったらぜひやっていただきたい。例えばこんな感じですね。これは冬用のコート、これ着てるんですけれども、まさにこれ僕が自分で作ったコートですけど、 MBI という自分で作ったコートですけれども、もう本当にウールのねリバー素材の結構分厚いコートなんですけれども、冬っぽく全然見えないですよね。で、合わせてるのはステンカラーのコート、冬のコートに、インナーにしてるのは、まあ、ユニクロですね。インナーユニクロのニット、中にユニクロのポロシャツで、パンツもユニクロのスラックスで、バッグもユニクロですね。全部ユニクロなんですけども、これよく見ていただきたいんですけど、靴でちょっと見にくいと思うんですけど、靴これブラウンカラーです。で、すべて厳密に言うとメガネもブラウンなんですけど、すべてですね、バッグの底だけ黒かな、すべて色を黒使ってないんですよ。全部明るい色、あの色が入ってる明るい色、春っぽい明るい色にしてるんですね。こうすると、まあ、なんぼなんでもウールのコート使ってもいくら重ね着しても軽い印象になるので春らしくなります。なのでベージュのコートとか持ってる人はぜひこの着こなし試してみていただきたいですね。今すごい本当にあの仕込みじゃなくて無意識で飲んだんですけど、これもベージュですね。どうでもいいんですけど、でこういう色味を使うコーディネートのポイントはですね、ちょっと真面目に聞いてほしいんですけど、いつも真面目に聞いてるよって思うかもしれないけど、色を使えば使うほど当然カジュアルに子供っぽくなるんですよ。冠婚葬祭とかの着こなしっていうのは基本的にモノトーンでしょ。でビジネスシーンだってモノトーン、黒とかダークネイビーとか白とかモノトーンベースじゃないですか。大人っぽく見せることができるのって黒なんですよ。で、色味はじゃあどうなのかっていうと、黒とか白とかのモノトーンから離れていけばいくほど、モノトーンが大人っぽく見えるんだから、モノトーンから離れていけばいくほど子供っぽくなるわけです。カジュアルになるわけです。そうすると、その理屈で言うとですね、こんな風に全部黒を使わない着こなしをするとですね、当然なんだけど子供っぽくなるんですよ。こういう着こなしってメンズファッチとか海外のスナップとかでよく見るじゃないですか。黒を使わないベージュトーンのワントーンのコーディネートってすごいおしゃれっぽく見えるから、自分でお家で試そうとするでしょみんな。で試そうとしてうまくいった試しなくないですか。なんでうまくいかないかっていうと、色をたくさん使うと自然とだんだん使えば使うほど子供っぽくなるんですよ。だってモノトーンから離れていくんだもん。ビジネスとかドレスのスタイルから離れていくから、ドレスから離れていけばカジュアルになる。そしてカジュアルっていうのは子供っぽくなるんですよ。なので全部色を使ってちょっとメンズファッチっぽい春っぽいスタイルしてみようって思うとですね、ちょっとかっこいいじゃないですか。ヨーロッパっぽくて、どんどん子供っぽくなるんですよ。うまくいかないんです。実際自分でやろうと思って鏡の前で見るとなんかダサくねってなるんですよ。それをダサくさせない方法は何かっていうと、色がカジュアルになってるんだからデザインをドレスにするんです。いいでしょうか。色を全部色使ってカジュアルになってるんだから、その反動でですね、デザインを大人っぽくするんです。でこれ使ってるデザインどういうものかっていうと、基本的に全てスーツで使われるようなデザインのものを選んでるわけですね。パンツはこれスラックスで、センタープレスが入ってる細身のスラックスですね。で、インナーはシャツ襟がついたポロシャツ、ニットのポロシャツですね。これも、まあ、スーツとかでも使うじゃないですか、クールビズでニットのポロシャツとかって。で、カーディガンもジャケットの中に着ますよね。で、コートもそうですよね。襟付きのこういうステンカラーコートってスーツの上に着ますよね。で、革靴使ってますよね。こんな感じで全部ドレスに寄せるんです。ここで、パーカーとか使うと途端に難しくなるんですよ。ここでデニム使うと途端に難しくなるんです。まあ、できるはできるんですよ。それで成立させることもできるんだけど、基本的にはかなり難易度高いです。
なので色をガン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 使うんだったら、その分デザイン大人っぽいアイテムを集めましょうって覚えておいてください。なんで色物のコーディネートをするとこんなに自分が着ると変になるのか、子供っぽくなるのか、ダサくなるのか、自分には似合わないんだな、そう思う人多いんですよ。そうじゃないんです。よくよく見てください。自分が使ってるアイテム、パーカー使ってるでしょ、 T シャツ使ってるでしょ、デニム使ってるでしょ。そうなるとダメなんですよ。難しい、途端に難しくなるんです。なのでドレスで使うデザインのもので色を入れてあげるんです。スーツで使うデザインのものを色で遊んであげるんです。そうするとバランス取れるんですよ。スーツで使うステンカラーコート、ニットシャツ、スラックス、革靴だから色使っても子供っぽくなりすぎないんです。このデザインと色の関係性を正しく理解すると、こういうメンズファッチ的なコーディネートが超簡単にできるようになります。実際これって、先ほどから言ってる通りですけど、 MBN アイテムなんですけど、ウールのちょっと厚い冬用のコートです。でも冬っぽくならないでしょ。でなおかつメンズファッチみたいな全部色使ってるんだけど子供っぽくもないじゃないですか。この辺ぜひ意識してみてください。この着こなし覚えるとですね、割とコーディネートの引き出しが広がります。結構黒とか白とかしか使えないっていう人ってやっぱり多いんですよ。まあそれは別に悪いことじゃないんだけどね。僕も黒とか白とか大好きだから、それは悪いことじゃないんです。でも、黒白ばっかり、モノトーンばっかりだとどうしても飽きてくるっていうタイミングがあるじゃないですか。でそういう時にこの今の理屈を覚えておくとですね、あ、色味を俺今使わなきゃいけないんだから、使いたいんだから、デザインはちょっと大人っぽくしなきゃダメなんだなって分かってると、帳尻合わせができるようになるんですよ。ぜひ覚えておいてください。で、これとかもそうですね。これも上下。靴もですね、全部色物を使ってるんですけど、どうしても全部色物ってところに抵抗ある人はですね、例えばインナーだけ黒とか、バッグだけ黒とかでも全然いいんですよ。こんな風にね。それでもうちょっと難易度下がると思います。まあ、アウターとパンツが軽い色にしてあるんだったら、およそそんなに冬っぽくなることはないと思いますので、まあ、こういう着こなし、ぜひ試してみてください。ちなみにこれも全身ユニクロですね。はい。そんな感じでございます。春らしく見せるのに、今、1個目、明るい色を部分的に使う。2個目、明るい色を全部使う。教えました。3つ目、簡単です。素足を出す。これ、覚えておいてください。さあ、ちょっと見てみましょう。はい。このコーディネートですね。素足を出すというコーディネート。まあ、これも上下、暗めの色でですね、靴も、あえてちょっと重めの靴にしてます。こうすると、まあ、当然冬っぽくなるわけなんですけど、なぜか冬っぽくないですね。なんででしょう。足元ですね。そう、素足を出すんです。重いコートを着て、重い色のパンツを履いて、重い靴を履く。革靴を履く。まあ、そうするとどうしても秋冬っぽくなるんですけれども、そこちょっとですね、靴下脱いであげてですね、インソックス、見えないアンクルソックスじゃない、インソックスってありますよね。インソックス使ってあげて、素足をちょっと見せてあげる。で、先端部分目立つってさっき言ってましたよね。先端部分目立つんだから、その目立つところに素肌が見えてるわけだから、当然だけど冬っぽさが消えるわけですね。なので、この辺意識してみてください。これ超簡単ですよね。まあ、ただ、今まだ2月の頭ですから、2月の頭とか中旬ぐらいだと、まあ、どうしてもまだ寒いと思うので、実際に素足を出せるようになるのは、おそらく3月の頭とか2月の末ぐらいからじゃないかなというふうには思うので、まあ、無理に寒い時期に素足を出すっていうことはあまり別に推奨しないんですけど、寒くないって言われちゃうと思うので、なので、まあ、もうちょっと暖かくなってきたら、こういう着こなしできると思いますので、ぜひやってみてください。簡単ですね、これは。はい、そして最後4つ目ですね。4つ目も非常に簡単です。最終的に、もう先端部分がどうこうとかよくわかんねえよ。難しいよ。色使うとかよ。素足出すとかよくわかんねえ。もうどうしていいんだかわかんねえ。一番簡単な方法を教えるよって言われたら、キャンバスバッグ持ちましょう。こちらです。きなりカラーとかのキャンバスバッグ持ちましょう。そうするとですね、結構簡単に春っぽくなります。正直。暗めのですね、コートスタイルとか、上下黒のスタイルとかでも、こういうアイボリーとか、きなりカラーのですね、キャンバスバッグ持つと、急激に軽い印象になります。やっぱりバッグってね、先端部分である腕に持つものじゃないですか。結構目立つんですよね。で、しかも今のキャンバスバッグって、結構大きめサイズがトレンドなので、まあ、ユニクロ U で展開されてるキャンバスバッグでもいいですし、LLB とかでもいいんですけど、まあ、ユニクロちょっとちっちゃいんですけどね、メンズが持つには。まあ、大きめのキャンバスバッグが今トレンドなので、まあ、大きい面積で白っていう明るい色が出てくれるから、しかも先端部分でしょ。なのでキャンバスバッグ持つとね、ぶっちゃけ簡単に春っぽくなるっちゃなるんです。
なので、まあ、昔からキャンバスバッグってほら白のキャンバスバッグって春に持つものじゃないですか。春とかね、夏とかに持つものじゃないですか。なので、まあ、こういうアイテム特にキャンバスバッグってまあ高いものでもまあ1万円台とかで買えると思うので、まあ、本当に高いものだともっと高いかもしれないけど、まあ、デザイナーズのブランドとかでもまあ2万円ぐらいは出せば多分買えると思いますので、まあ、そんなに高いものじゃないから、まあ、1個買ってあげてですね、まあ、安いのでもいいですよ。1000円2000円のものでもいいんですけど、安いものでもいいから買ってあげて、いつもの黒コートに黒スラックス黒のマフラーとか巻いててもバッグがキャンバスバッグだと途端にちょっとね軽い印象になるんですよ。なので今の着こなしをですねなるべく変えたくなくて、新しいものをなるべく買いたくなくて、節約しながら春っぽく見せたいと思うんであれば、こういうキャンバスバッグを一つ持つということを覚えてあげてもいいと思います。はい、そんな感じでお届けいたしました、今日はですね春らしく着こなす法則4つほどお教えいたしました。この4つ覚えておくと春の色使いなんとなく理解できると思います。特に全部色を使うっていうロジックはですねぜひ、マスターしていただければなというふうに思います。ちょっとね着こなしのこうレベルが上がるというか引き出しが増えると思いますので、ぜひ試してみてください。今回ねコーディネートで使った画像、メルマガの方でたっぷり解説しております。メルマガではですね毎週日曜日配信してるんですけれども、 YouTubeでは言えないことを中心にですね限定動画配信しています。限定動画は例えばコーディネートの診断、ちょっと辛口でですね読者さんから送られてきたコーディネートを僕がジャッジするみたいな、何様じゃいって話なんだけど、コーナーだったりとか、あとは Vlog だったりとか、まあ、いろんなことをやってます。で登録するとすぐ過去の動画全部見ることできるので、かなりお得なサービスだと思います。概要欄から登録フォームありますのでぜひチェックしてみてください。はい、 MB チャンネル本日はここまで。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。